待席です。本日はですね、パリーグの守備についてお話ししたいなと思っております。まずはソフトバンク、総じて高い数字を出しているのがホークス。まずファーストですが、昨年守備で圧倒的な安定感を見せていた内川選手に代わり、今季は開幕から栗原選手が起用。栗原選手がファーストで171イニングでUZR3.8 と高い数字を見せており、攻守ともに活躍も中村晃選手の復帰もあり、栗原選手を外野、中村晃選手をファーストに。中村選手もまだ191イニングではありますが、 UZR は 2.7、 明石選手らが使われることもありましたが、今は基本この2人、特に中村晃選手、やはりハンドリング等は安定しています。そしてセカンド、ここはホークスにとって大きな課題のポジション。今季牧原選手の離脱や不調もあり、開幕から周東選手や三森選手、川瀬選手、そしてベテランの明石選手、川島選手らで運用。しかし先日周東選手が致命的なエラーをしてしまい、ベンチで涙を流していたように、ここの争いが熾烈であることがわかります。全体として数字はいいんですが、ここを固定できているわけではなく、最も安定しているのは攻守で見ると川島選手という状態。まだイニングは短いので一概には言えないんですが、周東選手も広い守備範囲を見せながら6失策、牧原選手は球際の強さ、さすがの一言、特に盗塁時タッチ本当にうまいなと感じます。明石選手が離脱している中、頭一つ抜けるのは誰になるのか、まあ、ここは少し今シーズン苦しむポイントでもありますし、最後まで固定できないとは思っています。そして三塁、基本は松田選手。今季松田選手の打撃の調子が上がってこず、スタメン起用はされていたんですが、先日グラシアル三塁起用。松田選手、守備的には UZR0.8、レンジ R2.5 と三塁でまずまずなんですが、6失策。やはり打撃面の課題もあり、少しずつ起用が減りつつあり、先日はついに連続試合出場が途絶えました。ただグラシアルはまだ21イニングではありますが2失策。ただ打力で考えるとグラシアル一択ですし、外野で起用したい選手も数人いますので、松田選手の代わりは正直いないんですが、グラシアルを三塁起用して外野で起用したい選手たちをはめていくということはできるのかなと思います。そしてショート、今季今宮選手が休養バサミの起用、そして先日左ふくらはぎのひらめ筋損傷で長期離脱が判明。打撃自体では低出塁率ながら長打を放っていたり、317イニングで UZR6.0、 レンジ R3.3 と球際での強さ、そして強肩で素晴らしい守備を見せていたんですが、長期離脱に。休養時やその後は川瀬選手や周東選手らが起用。川瀬選手は186イニング、レンジ R3.6 で UZR4.8 とプラスではあるものの、3失策自体が目立ったミスで、大量失点につながる連鎖したミスなどもありました。まあ、もちろんこの UZR という数字、今までこういうふうにお話をさせていただいてるんですが、イニングが短いと、その短いイニングで好プレーをすれば跳ね上がりますし、その間でエラーをしてしまえば下がってしまいます。なので、ここは短いイニングだけでは分かるものではないんですが、長期的に川瀬選手が守れるかどうか、まあ、ここは少し悩ましいところかなと思います。そして外野、今季開幕当初バレンティンや長谷川選手らが守り、この2人が抹消となってからは中村晃選手らが起用されています。こちらも分散して起用されているので読めないんですが、グラシアルは100イニングながらすでにマイナス 0.6、 昨年もですが目立ったミスもあり、少しずつ下げてしまうのは仕方ないところ。ただ中村晃選手、レフトで190イニングながらレンジ R、UZR どちらもプラス、チームにとって大きすぎる戦力です。そしてセンターは基本が柳田選手。打力はとてつもなく、守備面でもレンジ R4.2、UZR4.5。強肩ではありますが、これまで暴投気味な送球も多く、進塁を許すこともあり、アーム指標自体は低い。ただあれだけ打てて、これだけの守備力、文句ありません。そしてライト、開幕スタメンの上林選手が守備固め、基本は今栗原選手が起用されているんですが、栗原選手やはり急増ということもあって 302.2 イニング守りながら UZR はマイナス 3.9、 そしてレンジ R もマイナス 3.9、 一方上林選手は 284.2 イニングでレンジ R4.8、 UZR8.0、 とてつもない強肩で進塁抑止も多く、アーム指標は 3.1 とトップ。内野で固定できていないところもあり、全体的に流動的ではありますが、外野含め守備力トップクラスの選手が多いのがホークスと言えるんじゃないかなと思います。そしてロッテ、全体として平均ではあるものの失策は少ない。まず井上選手、体型から判断されがちですが、範囲は広くハンドリング非常にうまいんです。 UZR は 3.1、 レンジ R は 2.3、 多くのイニングを守り安定しています。そしてセカンドは中村翔吾選手、昨年はパリーグトップの UZR8.9、 レンジ R11.3 ととてつもない守備と球際の強さを見せていたんですが、今季は広い守備範囲を見せながらすでに失策も目立つ。 UZR はマイナス 1.7 でレンジ R も平均、打撃では好調も少しここは気になるところかなと思います。そして三塁、
今季は開幕当初レアードが守り、今は安田選手。レアードが 167.2 イニングでレンジャーR-6.1、UZR-6.0 とマイナスをかなり叩き出してしまって、安田選手も411イニングでレンジャーR-3.6、UZR-2.8。 これまでで考えると劇的に良くなっており、ファインプレーもあるんですが、全体で見るとまだマイナスです。そしてショート、今季藤岡選手の守備が良くなっている印象があるんですが、やはり疲労が顕著になると苦しくなる。ただほとんどフルで守り、レンジャールはマイナス 2.3、UZR-2.9。 相対指標であるのでエスコバーがいるとプラスになるということもあるんですが、比較的安定。ただ気になるのは中村選手と藤岡選手2人中心で DPR が低く、マイナス 4.3 はパリーグワーストなんですよね。まあ、簡単に言うと併殺があまり取れていない。守備面では安定しているんですが、ショートの代わりが茶谷選手、鳥谷選手という現状。彼らの代わり1軍にはほとんどいません。なのでこの2人も課題というのは見始めているかなと思います。そしてレフト、当初は角中選手がマイナスを出していたんですが、今は加藤選手や菅野選手が起用。特に菅野選手は 329.1 イニングでレンジャール9.1、 UZR8.7 と広い守備範囲を見せている。打撃でも結果を出している今季、彼の活躍は本当に大きい。そしてセンター、当初は荻野選手が226イニングでまずまずの数字を残していながら離脱。その後福田選手が起用も204イニングでレンジャール -5.1、 UZR-5.7 と苦しいプレーも目立ちました。現在はその2人が離脱中で、加藤翔平選手や和田選手らが起用。和田選手もまだ短いイニングではありますが、本当にとてつもない守備範囲と球際の強さも見せていて、98イニングでレンジャール 5.2、 UZR-6.3。 この短いイニング数でここまでプラスを出せるというのは素晴らしいの一言。まあ、ほとんどの外野選手が内野からのコンバートということもある中で、もともと外野を守っていたということもありますが、本当に打球判断等が素晴らしいなと感じます。そしてライト、マーティンが強肩でアーム指標では 4.8 ではありますが、レンジャール -5 もあり、 UZR 自体は平均。ただあれだけのバッティングでマイナスを出していない時点ですごい。すでに3失策ではありますが、6捕殺、大きな存在です。そして楽天、開幕当初守備の安定感、さらに小深田選手がバックアップ要員として主軸選手たちの休養も挟むことができていたんですが、ここに来て選手たちの疲労が顕著になってきているように感じます。まずはファースト、257イニング守っている銀次選手がレンジャール 3.3、 UZR4。 また内田選手もエラーはありながら209イニングで UZR1 とまずまずですが、この2人が打撃でレギュラー確定というわけではありません。三塁を守ることが多い鈴木選手がファースト、茂木選手をサード、ショート小深田選手、セカンド浅村選手という起用が今は増えています。当初は良かったんですが、今は数字でも苦しさがわかる。現在浅村選手がレンジャール -2.3、 そして UZR は -3.2。 当初は DH 起用もあったんですが、ロメロの DH 起用もあって2塁も多い。ただロメロが今本当に調子が悪いので、まあいろんな選手を DH に回したりという気温にはなっていますが、正直浅村選手のセカンド守備かなり苦しくなってきている現状です。そして鈴木大地選手が3塁で446イニングで UZR3.0、 そして茂木選手が164イニングではありますがレンジャール 4.9、 UZR7.2 と高い数字で、3塁線、そして三遊間、さらにボテボテの打球や高いバウンドなど難しい打球もしっかりアウトにできるので、現在3塁は大きなプラスになっている。ただ課題は二遊間。まあ浅村選手が2塁でマイナスを叩き出していることもありますし、ショートで茂木選手が331イニングで UZR-4.1、 レンジャール -3、 さらに小深田選手も312イニングで UZR-5.3、 レンジャール -4。 守備が期待された小深田選手が打撃で想像以上ではあったんですが、二遊間守備で少し荒さも目立つ。茂木選手の5エラーに次いで小深田選手も4エラー。複数ポジションを守り、チームにとって起用幅を増やす存在ではあるんですが、茂木選手とともに疲労とともに数字を落としてしまっているのが気になる。そして外野、今季もレフト起用が多い島内選手が UZR5.8、 レンジャール6.4と良い数字ではあるものの、打撃では少しずつ安定感をかけ始め、盗塁も当初はあったんですが今はほとんどない。センターの辰巳選手も打撃で苦しく、6本塁打ではあるものの出塁率に課題。そして守備でもまずいプレーがあったり、 UZR は -0.6、 レンジャール 1.9 も、アーム指標では -2 など期待ほどではない。今では田中選手や岡島選手が起用されることもあり固定ではない。田中選手もまだ128イニングですがマイナスで、ブラッシュも打撃で結果を残していればよかったんですが今はマイナス。ロメロが182イニングでプラスを出しているものの、怪我の懸念や不調もあり DH 起用も多い。全体的にエラーが連鎖してしまったり、エラーにならないプレーも目立つ。そして当初より守備指標が悪化している印象があり、体力面の心配も大きいのが楽天と言えるんじゃないかなと思います。そして日本ハム、こちらも相当苦しい。まずはファーストなんですが、
今季中田選手が一発を放ち、打撃で絶対的な存在になっています。守備でも UZR は339イニングで 1.1、 もともと守備でも大変評価が高い選手で、固定もいけるとは思いますが、疲労面を考慮、さらにチームの長打力不足と育成もあり、清宮選手をファーストで積極的に起用も、すでに6失策でチームワースト、打撃でも4本塁打ながら打率は1割台、251イニングながら UZR はマイナス 3.2、 イージーミスも目立ってしまう。本来中田選手がファーストで DH にドカッと座れる存在がいればよかったんですが、なかなかそういうわけにはいっていません。そして2塁では渡辺選手が今季大きなマイナスを作り、レンジャールはマイナス 4.5、 UZR はマイナス 5.1、 印象的なエラーもあったり、打撃面では復調気味も苦しいプレーが目立っている。もちろん直球破壊王子の彼以上に守れる選手がいるかと言われると微妙ではありますが、彼の守備指標は少し苦しいかなと思います。そして三塁も大きな穴、何度も言っているように日本ハムはレアードの穴が埋まっておらず、今季はビアネーバを獲得、しかし彼の中水炎、そして怪我、さらに打撃でも安定感がありません。当初は横尾選手が打撃でまずまずも 223.1 イニングでマイナス 3.8、 そもそも開幕で期待された野村選手は怪我、そしてビアネーバも 256.2 イニングで UZR マイナス 1.7、派手なプレーもありますが、イージーミスも目立つ。今季もここが課題。ショートは今季も中島選手が多く起用され、 325.1 イニングでレンジャール 4.5、 UZR 4.8 と多くのイニングを守りプラスを作っている。しかしダルクトを考え、石井選手が起用も、石井選手は237イニングで UZR マイナス 1.6、 さらにダルクでも1割7分6厘。中島選手も守備は良いんですが、絶対的な数字を残しているわけではなく、今は平沼選手らも起用される。ただここはまだまだ課題かなと思います。そして外野、今季近藤選手が DH かレフトで起用され、363イニングでマイナス 3.8、 レンジャールはマイナス 3.5、 印象的なプレーもあったり、不用意な進塁、そして判断ミスもあったりして、打撃では絶対的な存在で外せないんですが、守備では少しマイナスを出してしまっている。守備固め中心で杉谷選手が起用され、平均的な数字を残すも、ワンボールも42イニングと短いながらマイナスの指標、レフトの守備は少し全体的に苦しい。そして一番誤算なのはセンターの西川選手、これまでも肩の課題で送球ミスもあったんですが、今季は判断ミスや守備範囲が極端に狭くなっている。もちろんポジショニングもあると思いますが、 UZR はマイナス 14.2、 そしてレンジャールはマイナス 12.2、 許したくない進塁をあっさり許してしまったり、今はかなり中継も外野に近いところまで来ています。ショートは打撃、二塁とセンターは守備、そしてキャッチャーも攻守で苦しいシーズンとなっているので、日本ハムのセンターラインはかなり苦しいところがあります。ただライト太田選手は素晴らしい、強肩でアーム指標も 3.1、 一塁線の打球もしっかり取れる、さらに球際も強い、 UZR 8.2 も納得ですし、ライト守備で最も安定している選手と言えるんじゃないかなと思います。そして西武、昨年強い打球を打たれまくる投手陣の影響もあって、エラー数は92でリーグワーストでした。またパスボールも13でワーストと守備に課題と思われたんですが、内野守備は光っており、チーム UZR は 35.7 で1位、レンジャールは 21.7 で1位、アーム指標で 11.3 も1位、 DPR 6.2 もパリーグ2位と、総合的な守備ではパリーグトップ。木村選手がかなりマイナスを叩き出してしまったんですが、人の金子選手、まあ攻撃的ポジションのところに守備型の選手が入るので指標が爆上がりしてしまうのはあるんですが、バランスも取れていたんじゃないかなと思います。ただ今季はそうも言っていない。そもそも打力と機動力に関してはすでにお話ししているんですが、まずはファースト、当初は山川選手が完全固定も、彼の怪我もあって今は DH、 そして中村選手の怪我で、まあ、あの人がいないこともあって、好調メヒアをファーストで使って DH に栗山選手を置きたいとなり、山川選手が三塁で起用されることもある、まあ、もちろんこれ自体はあってもいいかなと思いますが、まあ、ここは少し実戦で試してからでもよかったんじゃないかなと思います。本来森選手が好調なら、森選手を DH に置いたり、栗山選手をレフト、山川選手三塁、メヒアファーストも、まあ、キャッチャーに柘植選手が入ったことでキャッチャー3人体制を取れるという中でできると思いますが、まあ、森選手がそこまで好調というわけではなく、森選手かメヒア DH でどっちを使うかとなると、まあ、現状メヒアの方が期待値は高いというところかなと思います。まあ、守備自体も考慮し、この体制というのはあまり多くありません。一塁でも UZR はマイナス 4.7、 レンジャール 5.4 で一塁線を抜かれることも多く、メヒアも先日はミスがあったんですが、やはり体の大きさもあって送球が浮いたり、一塁線の打球を飛びついて追いつくというようなことも多いように感じます。そして2塁の友崎選手が今季レンジャール 6.8、 UZR 8.3 で12球団トップ、失策も3つあるんですが、この守備力というのは昨年から一層光っています。
そして三塁、当初は中村選手が起用され、 UZR4.4 でレンジャール 3.2 とまずまずも打撃不振と怪我で抹消。現在はスパンジェンバーグが中心で起用。レフトの守備ではかなり不安があったスパンジェンバーグもエラーもあり、外野の時と合わせて7失策、まあ、実際155イニングでレンジャール -0.4、 UZR では -2.2 ではあるんですが、三塁からの強い送球や球際の強さもあり、今後上げてくるように思っています。しかし今シーズン源田選手が少し苦しい、まあ、一般的には苦しくないんですが、これまで UZR20 を平均的に超えてきた圧倒的な守備の選手だったんですが、今季は 6.0 で今宮選手を下回る、まあ、レンジャール 2.1 で京田選手の 7.0 を大きく下回ってしまい、悪送球も目立っている。すでに8失策、らしくないプレーもあるのが気になるところ。打撃面でも9月少しずつ上げてきているんですが、今季全体で見ると不調。2017年からほぼ休みなくフルで出場してきた疲労もあるのかなと思います。そして外野、今季開幕当初はスパンジェンバーグがレフトで起用もマイナス6.1、レンジャールマイナス2で頭を越されることも多かった。ただ彼が打撃でまずまずなったこと、中村選手が不振ながら起用は続いていたので、スパンジェンバーグがレフトで多く守り、栗山選手が DH 起用が続いたことに少し違和感もあった。もともとユーティリティプレイヤーとして入ってきているので、彼を三塁で起用して栗山選手をもっともっとレフトで守らせてもいいんじゃないかなというふうに思っていました。まあ、ただコンディションに関してはこちらから見えない部分もあるので何とも言えないところ、まあ、栗山選手も球際に強く短いイニングではありますが、まずまず。さらに現在は若手の選手が多く起用され、ここは流動的。そしてセンター、当初は金子選手が起用も怪我と不調、その後抹消期間中に鈴木選手が起用されたんですが、鈴木選手の離脱で再び金子選手。金子選手が当初まずい守備もあったり、球際に課題はあったんですが、現在は339イニングでレンジャール 0.3、 UZR -0.1 まで戻してきました。正直金子選手の球際に関しては、彼の圧倒的なスピードで本来他の選手だったら追いつけない打球を追いついているんですよ。なので球際が弱いとは思わない。ただ鈴木選手が堅実かつ目立つファインプレーもあったので、印象には残ったのかなと思います。まあ、金子選手は若手ではないので、センターコンバート1年目ではありますが、惜しいという打球を減らせるか、まあ、打撃に関してはもちろんですが、そういうところも期待したいところかなと思います。そしてライトを一番多く守っているのは木村選手。今季彼が打線の中で欠かせない存在になってしまっていたので、離脱は痛く、386イニングで UZR は -2.4、 今季もアーム指標では -2.7 と武器も少し苦しかったんですが、守備範囲的なところで昨年ほどマイナスを叩き出していたわけではない。打球判断に課題とは言われ、ファインプレーの打球も他の選手だったらファインプレーになっていないかもしれない。しかしチームを救うファインプレーもしてきていて、今季は打撃でもチームの中で出塁率特に上位だったので、離脱は大変痛いのかなと思います。まあ、若手が使いやすくなったと言ってしまうこともできますが、まあ、左投手が相手になった時に、先日熊代選手がスタメンで出場、まあ、もちろん山野辺選手をセカンドに使って、殿崎選手を外野で使うということもできますが、まあ、木村選手がここにいればもう少し打撃も期待できたんじゃないかなと思っています。そしてオリックス、まずはファースト。当初はロドリゲスが多く守ったんですが、イージーミスも多く、256イニングながら6失策でチームワースト、 UZR -4.9 と大きなマイナス。その後 T 岡田選手が多く守り、 234.1 イニングで UZR 1.6 と平均的。レンジャールも 2.3、 ダルクではもう少し欲しいんですが、4失策ながら守備面ではまずまず、ハンドリングもさすがと言えるかなと思います。そしてセカンド、当初は大城選手がセカンドを守り、 383.1 イニング、レンジャール 4.4、 UZR 5.0、 どうしてそこにいるのと言わんばかりのポジショニングと、球際の強さや守備範囲もあり、ダルクは課題ながら守備では大きなプラス。そして今は福田選手が復帰し、213イニングで UZR 1.3、 彼もまた高い守備力を見せています。そして三塁、当初は三塁起用された中川選手が苦しかったり、今は宗選手が中心で、福田選手や太田選手、西野選手らも起用される。先日は西野選手が4番として起用されました。今季再び内野に戻り、三塁でプレーする宗選手は 265.1 イニングでレンジャールは 1.1、 UZR 2.5 とプラス。正直ダルクではもっと欲しい選手ではありますが、守備ではまずまず。ただどうしてもユーティリティプレイヤーが多い印象は否めません。そしてショート、今季は足立選手が419イニングでレンジャール 2.3、 UZR 3.3 と高い数字。潰瘍性大腸炎と戦い、休養を挟みながらの起用ではありますが、打力でもまずまず、チームに欠かせない存在となっています。休養時には大城選手らが起用され、ショートでは全体的にまずまずの守備仕様。しかし問題は外野、当初はレフトで吉田選手、ライトでジョーンズが起用。当初のライトジョーンズではいきなり開幕戦から守備のミスもあり、吉田選手も 281.2 イニングでレンジャール -1.3、 ただ UZR は 0.0 と平均的。しかしジョーンズはレフトで -5.3、 レンジャールは -5.4 と進塁も許してしまったり、動きが緩く見えるプレーも多かった。その後は両翼を入れ替えたり、吉田選手をライトに起用しましたが、吉田選手のライト守備では 231.1 イニングで UZR は -3.2、 レンジャール -1.8、
まあ、この両翼で考えると守備固めで小田選手が入ってくるのも納得。その後ジョーンズは DH 起用も増えたんですが、少し全体として打力では物足りないところ。今はライトに杉本選手が入ることもあり、比較的戻してきてはいるんですが、全体で見ると苦しい両翼。センターは西村選手や佐野選手、西村選手が起用されたり、今は中川選手も中心で起用。中川選手も打力でもっともっと上げてきてほしいんですが、179イニングで UZR2.1、 レンジャール3.0と少しずつセンターの守備でも良さを見せてきた。もちろん彼がどういう風に育っていくかはわからないんですが、内野守備で見せてしまった苦しい部分は少しずつ払拭されつつあるのかなと思います。ただオリックスに関しては数字にはあまり現れない要所での守備ミス、そして不用意な進塁というところも目立っている。特に連鎖してしまうこともあって、と言っても争う大事な局面で痛恨のミスというプレーも目立っている。まあ、そちらに関してはこの数字では一つのプレーとして現れているので、まあ、そういうところに関しては数字以上の苦しさがあるのかなと思います。全体としてはこんなところ。ゴールデングラブ賞を獲得した浅村選手、西川選手、源田選手が苦しみ、内川選手に関しては出場もない。各チーム様々な選手が使われている中で予想外のことも多い。もちろんパリーグは日本ハムを含めシフトを敷くことも多く、個人のポジショニングによってもこの指標は変わってくる。まだイニング数も少ないので絶対的ではない。デルタの UZR ですので12球団の相対仕様になります。まあ、なので、まあ、一概にこの選手が、まあ、劣っていると判断するのもどうかとは思います。まあ以前ですね、 UZR どういう基準で出されているか、まあどれだけ有用性があるのか、そしてどういう欠点があるのかということについてもお話ししていますので、詳しくはそちらをご覧いただければと思っております。まあただこの数字を見ても少しずつ明暗分かれ始めているといったところではないでしょうか。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。